埼玉西武ライオンズ対福岡ソフトバンクホークスのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。小宮山さん、小宮山さんが現役時代投げやすい球場、投げにくい球場ってのはあったんですか？いや、広い球場は投げやすいです。ホームラン打たれるのだけは嫌でした。そうですね、球場の広さ、小宮山さんは気になったようです。最初は変化球できました。2球目は何で来るか。インサイド落ちました。ヒットになった。先頭バッターを、バッターは2番に入っている村上。ヒットでランナーを1塁に置いています。まずはインコース。そうですね、低めでゴロを打たせたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。胸元へ決めてきました。ストライクです。さあ3球目は何か。さあ追い込みました。ピッチャー有利のカウントですから、思い切って内側をえぐるような球を投げ込みたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。さあ仕留められるか。膝元をつきましたが外れました。スリーボールツーストライク。これはバットです。三振です。ワンアウトです。バッターは3番中村。ワンアウトランナー一塁です。マウンド上のピッチャーは上沢、そしてキャッチャーは小林。このバッテリーをホークス打線がどう攻略していくか。ファウルになります。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。3球目打ちました。キャッチャー弾く。ボールを拾ってライオンズピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。さあそして打席には落合が入っています。さあ得点圏には先制のランナー、まあ、当然先制点を与えない。インコース詰まりました。このチャンス打ち上げてしまいました。さあそしてバッターボックスには吉田が入ります。さあ2アウトながらピンチは続きます。まあここもしっかり抑えて選手とインサイド押しました。ファウルになります。ボール。またに2杯見送っています。ボール。打った。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。インサイド落ちました。この打球は落ちる。丸よく間に合い、さあこれからホークスが守備につきます。バッターは糸井。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。さあ初球は何か。打ちました。セカンド取る。アウト。ワンアウトです。バッターは2番に入っている坂本。千賀まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ストライク。156キロがいきなり出ました。打った。破りました。センター前。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。バッターは DH 柳田。ライオンズ同点のランナーが出ています。まずはアウトコース。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。打ちました。ヒットになった。ライオンズチャンスになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。バッターボックス丸。さあしっかりとつないでチャンスの場面を迎えています。低めのボール打った。このフライはどうだ。落ちるか。レフトフライ抑えてアウト。さあそして打席には浅村が入っています。さあ2アウトにはなりましたがなおもチャンスは続きます。ここでしっかりと追いついておきたいですね。なるほど。そうですね、バッター有利なカウントになりました。まあ、甘い球はねしっかり仕留めたいですね。いった。逆転。いや、バッターは6番中田。ライオンズホームランで逆転しています。西さん、先ほどはいい形で得点が入りましたね。これでゲームが面白くなってきましたね。そうですね、この勢いを。2球目打ちました。このフライはどうだ。落ちるか。ワンバウンドヒットになりました。
コースを厳しく攻めます。打ちました。取った。一塁へ。一塁アウト。スリーアウトです。ついに最終回を迎えました。7番から始まるホークスの攻撃、坂本が打席に入ります。ライオンズリードで迎える最終回です。初球は何で来るか。最初は変化球できました。ボールになります。高めギリギリです。インハイ際どいコース、引っ張った。岡本アウト。ワンアウト。バッターボックスは8番丸。噂はまずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、この打球は落ちそうだ。ヒットになった。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは9番に入っている古田。ヒットでランナーを一塁に置いています。バッターボックスには代打の王。さあここはなんとか意地を見せておきたいところ。この期待に応えたいですよね。そうですよね。ここはぜひ決めておきたい。まず何を投げてくるか。引っ張った。ファーストを取った。一塁そのまま入ってアウト。さあそしてバッターボックスには大谷が入ります。さあ2アウトながらランナーを得点圏に背負っています。まあこのピンチを切り抜ければ勝利が待っているわけですから、ピッチャーは踏ん張りどころですね。なるほど、そうですよね。際どい球、わずかに外れています。一、二塁間抜けた。セカンドランナー帰れば1点差。一塁ランナーのケアは重要ですよ。同点のランナーですからね。そうですね。ライオンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは外のボール打った。ここはフライになっています。最後は外野フライ、掴んでアウト。これで3アウト。試合終了。2点差を守りきりました。西武ライオンズが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。